ホライフニュースマイクラ支局の女性記者、蓬莱ライフがホットな話題をご紹介。というわけで、本日は、満腹度消耗装置です。さて、これの作り方は極めて簡単。まずは地面に青氷を埋め込んで、長さ16マスの道を作りましょう。続きまして、道の両端に、ディスペンサー式ノックバック発生装置を設置しましたら、各ディスペンサーの前にボートを128艇設置してください。あとは、道の両脇及び真上に、トラップドアをご覧のように設置するだけ、満腹度消耗装置、これにて完成です。使い方も極めてシンプル。道の上を歩いてボートに体当たりしてから、前進キー、ダッシュキー、ジャンプキーを同時に押し続けるだけ。たったこれだけで、満腹度を素早く減らすことが可能。ケーキをたくさん食べたい時などにご活用ください。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。